どうもこんにちは、レザーです。今回はこの日本で売られている様々なキムチを食べていこうと思います。まあね、キムチ5選ですね。いわゆる。はい。まあなんか適当にうまそうなやつ僕が選んだだけなんですけど、まあね、食べていこうかなって思います。で、まずキムチの紹介なんですけど、まず辛さがあったっすね。確か、はい。辛い順に並べると、こうなりますね。はい。こっちから辛くない。こっちが辛いなんで、甘辛いみたいな感じですね。はい。で、こっちからまず紹介していくんですけど、まずこれが、ご飯に合うコクうまってやつですね。はい。まあ、白菜 100% って書いてあるんで、まあ、白菜の、まあ、食感が楽しめるのと、まあ、一番甘辛いんで、まあ、甘さ強めで子供でも楽しめるんじゃないかな、みたいな感じです。で、次に、こちら。ピックルスコーポレーションっていう、なんか結構有名な会社らしいんですけども、日本のスーパーでよく売られているんですけども、まあ、こっちもご飯進むって書いて、まあ、キムチじゃあまあご飯のお供みたいな感じなんで、まあ、よく書いてあると思うんですけど、これは、まあ、お母さんが写ってますね。お母さんが写ってるんですけども、まあね、まあちょっと大人向けだよみたいな、大人向けの辛さで楽しめながら食べられますよみたいなやつですね。はい。辛さレベル2です。で、こっちが辛さレベル3で、なんかエビも入ってる、エビの旨味を楽しめる、まあ、辛さみたいな。甘エビの塩辛が入ってるみたいですね。はい。辛さレベル3です。で、こちらが、厚切り白菜って書いてあるんですけど、銀座って書いてあるんで結構高かったですね。確か。覚えてないですけど。で、これ最後にこれ。もうここにハングル文字を入れちゃってるぐらいの辛さなんで、まあね。まあ、とりあえずやばい辛さだと思うんですけども、まあ、旨辛キムチって書いてあった炎がね、書いてあって上に黒いダークネスな感じで。はい。はい。じゃあね。この5つをね、綺麗に並べてね、食べていこうかなと思います。はい、というわけで、キムチを5種類盛り付けました。まず、こっから、これがコクうま、ピックルスコーポレーションの角的、甘エビ入ってるやつ、銀座の白菜、最後に、激辛キムチです。はい、というわけで、早速、食べていきましょう。いや、これはマジでワクワクしますね。はい。やっていきましょう。じゃあまず一番甘いやつから。ちょうどいいよ、甘辛さ。分厚いっすね。厚いだけです。全然辛くないな。結構甘い。そしてすごい厚切りだから歯応えがいい。シャキシャキ、すげえシャキシャキ、食べやすい。おいしい。結構辛くなってきた。でもいい辛さ、美味しいです。各的いただきます。うまい。シャキシャキ。でもね、白菜とは違うシャキシャキ感で、若干コリっていう感覚も混ざってるようなシャキシャキ感ですね。シャキシャキって言いづれ。で、次、甘エビが入ってるっていうやつ。甘エビって言ってもなんかあれですよね、塩辛って書いてあったから、味噌とか甘エビの味噌とかそんな感じか。甘エビ自体は身は入ってないかな、多分。いただきます。あ、すごい。もう結構早めに辛みがきますね。まあ結構多めに食べたっていうのはかもしれないですけど、あれだ、すごい甘エビの風味がすげえ入ってますね。なんか身は入ってないですけど、なんか身が引き締まってる感じ、なんか成分をすごい含んでる感じが、もう食べた瞬間にもう甘エビだって感じで、もう分かりやすく、これ普通に食べた人みんな分かると思いますね。で、最後に中旬の激辛キムチっていう一番辛そうなパッケージに炎を書いてあったやつ、一番辛いやつ、いただきます。そんな辛くないか。先に表に出てて、うまみはあんまり分かんないですね。もうなんか辛さでうまみが隠れちゃってる、若干見えてる気もしますけど、見え隠れしてる感じですけどしますけどあんま辛すぎて分かんない。というわけで、辛かった。やべ。結構汗かいた。というわけで、まあね、キムチを食べていったんですけども、まあ5種類食べていったんですけど、まあね、味それぞれ、キムチそれぞれ味がやっぱ違ったんで、なんか普通に、なんかそれぞれの味を楽しめて、美味しく食べきることができたと思いました。はい。やっぱ激辛キムチがまず、やっぱ辛いっすね。今口もなんかヒリヒリなんですけど、まあ、唇あんま痛くないんだけど、もうすぐ当たんないように口の中入れてたんで、口の中だけ辛くて痛いんですけど、まあでも、いろんなキムチが味が美味しかったです。はい。美味しく食べれてよかったです。で、なんか変わったのが、甘エビのやつ。あれね、本当に甘エビの味がして、なんか、まあ美味しいんですけど、なんか、すごい不思議な感じになって、なんだこれみたいな。口入れた瞬間、んって感じがしちゃって、甘エビの方のキムチだけ食べるたびになんか笑っちゃいそうになりましたね。はい。独特でした。というわけで、今回の動画が面白いと思った方は、グッドボタン、チャンネル、コメントもお待ちしております。じゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあな。